活用です。チクフルのお家にお住まいの皆さん、押し入れ収納の使いにくさに悩まれていませんでしょうか。我が家も収納のほとんどが奥行きがあって2段に分かれている昔ながらの押し入れタイプ。特に困っているのがここのですね、廊下にある押し入れなんですけども、位置的には洗面所からもキッチンからもアクセスが良くて、階段下とはいえ一端の大きさなので、うまく使えば大容量の収納ができて、なおかつ家事楽につながるんです。特にうちの洗面所は収納がないに等しいので、この場所が肝となるわけです。理想としては普段着やタオル類をしまえて、日用品や食品がストックできて、工具類や梱包資材がすぐに取り出せて、廃棄物の一時置きもできる、そんな収納を目指してきたんですが、押し入れとはそもそも布団とかシーズンオフの衣類や家電をしまうのに適した作りなので、日常使いの細々したものを出し入れするには本当に使い勝手が悪いんです。そして生地収納量があるせいで、私のような捨てられないタイプの人間だと、ついつい何でもかんでも詰め込んでしまうんですね。自分なりに長年工夫はしてきたんですけども、どうやっても暗いは見えにくいは取り出しづらいはでですね、もう本当にお手上げでした。根本的にこの真ん中の板が本当に邪魔でしかないんですよね。ちなみに引き戸は怒りに任せて取り外してしまっています。そんなわけでこの度思い切ってクローゼットタイプにリフォームすることにしました。どこまで理想の収納に近づけるか、ぜひビフォーアフターをご覧ください。
かがでしたでしょうか。押し入れを素敵なクローゼットに DIY されている動画はたくさんありますが、うちは夫婦揃って技術もセンスもないのでプロにお願いすることにしました。金額ですが最終的な工事費は15万円でした。クロスを貼ることにしたので当初の見積もりよりも大幅にアップしてしまいました。たいまい叩くことになりましたが、完全に死んでいた場所が生き返りましたので大成功です。これならリバウンドの可能性も低いと思います。片付けというのはスピード感も大事ですからね。よしとします。リフォームを予定されている方、 DIY をされる方、参考になったよと思われましたらぜひグッドボタンをお願いします。皆様のリフォーム計画の一助になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。